英団08系電車は2003年1月7日に営業運転を開始した低都高速度交通英団の通勤系電車である2004年4月の英団民営化に伴い東京地下鉄に継承された半蔵門専用の車両である2003年3月19日の半蔵門線の水転宮前押上間の開業と東武鉄道伊勢崎線 日光線との総合直通運転開始による必要編成数の増加に伴い重量編成6本が日本車両製造で製造された。栄岩地下鉄では最後の新請系列である。本形式は人や環境に快適で優しい車両をテーマに設計した。また、2000年3月に発生した日比谷線脱線衝突事故を踏まえ車体構造の見直し。 安全性の向上を目的に改良を加えた新設計の台車を採用した。東西専用の0ゴ n k が設計のベースとなっているが細部に変更点がある。アルミニウムの無塗装車体に半蔵門線のラインカラーの紫体を巻く。側面のラインカラーには紫色に加えて白、ピンクを加えてソフトなイメージとしている。車両床面高さは 車椅子での乗降を考慮して8000系よりも 60mm、低い線 140mm とした。前面デザインは8000系のイメージを残したものとしている。ただし、全体的には例語 N 系の縦曲線をベースにし、フロントガラスの四隅形状や、下部の全小灯形状など角張った直線性を強調したデザインを採用している。全小灯は四角形の HID。 微灯は三角形の LED である。現在は全章灯は LED のものに交換されている。スカートは A5N 系に準じた形状のものを設置し、連結器は自動連結器である。全面ガラスにはすべてグリーンの熱線吸収ガラスが使用され、いずれの窓上部には遮光フィルムが貼られている。全面には地下鉄線内におけるプラグドア式の非常扉と車内に非常階段を、 設置する。前述した事故を教訓として、側構え体を従来のシングルスキン構造からダブルスキン構造に変更し、車体強度の向上を図った。合わせて車端部の墨柱を強化三角形顔面構造とし、側構え体は飛ぶクロブ及び下部構造を中空経材による二重構造とした。これらの技術により、 万が一衝突事故が発生した際には、相手車体が自車体へ侵入することを防止できるほか、衝撃により、各構え体が分離するのを防止することができ、事故の拡大を抑えることができる構造となっている。そのほか、車体外反接合の一部には摩擦角反接合を採用し、外観見つけの向上を図った。側面屋根は張り上げ屋根構造となっている。各車連結面に、 灰色の転落防止ホロを装備する。ただし、4号車のつま面には誘導無線用のアンテナがあるためここにはステンレス製の板を巻く。車内は清潔感にある白を基調とし、床材はラベンダー色となっている。客用、ドア上部の二段式案内表示器乗務員室は乗務員の居住性の拡大、乗務員室機器の操作性の向上、車内信号の視認性向上、 前方視野の拡大を考慮して設計されたものである。室内はクリーム色の配色、運転台軽基板は濃い灰色の配色としている。室内は乗務員の居住性確保のために線路方向に 1900mm 確保されている。メインハンドルは8000系と同様形状のデッドマン、装置付き t g ワンハンドルマスコンであり、軽基板には従来のブレーキ指示系に代わって、 のっち位置を表示する明かりが設置されている。速度計は白地で、最大時速 120km 表示であり、地下などでオレンジ色に伝承する。この指針は2針あり、黒針は速度減時用、赤針は半蔵門線内における ATC 仮想防護信号の制限速度を減時するためのものである。運転台前のフロントガラスのみ、日よけカーテンがある。車掌スイッチは、 駅寄り開始動機に操作の不要な間接制御式を採用した。運転台の右側には車両情報管理装置のモニター画面がある。TIS では制御伝送機能や搭載機器の動作監視のほか、サービス機器である自動放送装置、車内表示器や行き先表示器の設定機能などがある。乗務員出自切りは前面と同じような割合で左から大窓、仕切り扉窓、 小窓の3箇所窓が設置されている。車高膜は客室から向かって左側2枚で使用される。なお、最も右端の小窓には車高膜はない。編成構成は、MT、m t h o m 5 t VVVF インバータ制御装置は2レベル方式。ベクトル制御による 1C4M1 群、2群制御である。乗り入れ先における高速性能を向上させるため、 従来の A 段車両の設計最高速度である時速 110km から時速 120km に向上させた。このために編成形態を 5M5T とし、主電動機は 165kW 品を採用、合わせて歯車比を6.21として、高速性能の向上と、主電動機の回転数を抑えることで、車外騒音を低減させるものとした。補助電源装置には、 東芝製のイベット素子を使用した静止系インバータを搭載した。空気圧縮機は三菱電機製のレシプロ式 C-2500LB 型を搭載する。CP の除湿装置には零語 NK80 社以降で実績のあるメンテナンスの容易な中空と膜式除湿装置が採用されている。パンタグラフは 交代河川に対応した心臓車両では初のシングルアーム式を採用しており、編成で5機搭載される。冷房装置は集中式の投資場製5 8 0キロワットの装置を搭載する。暖房装置は7 0 0ト出力の座席かつり下げ式で、各座席下に7人掛け座席部では2台、車端部では1台を設置する。空調運転モードは全自動、除湿、 冷房、暖房と送風が可能である。台車は A 段冷系シリーズで従来から使われてきた住友金属工業製の SS 台車ではなく日本車両製の ND 台車を装着する。ただし同台車は東西線冷後計11自車以降に採用されている SS161 タイプのものと同一設計品である。軸は小指示はモノリンク式で ボルスタレス方式の台車である。基礎ブレーキは片押し式のユニットブレーキ方式を採用している。この台車は従来のものと比べ、使用を見直して、急曲線における低速走行時の安全性向上、乗り心地の向上を目的に各種の安全対策を重点として製作したものである。さらに研修時における和え、調整作業の作業性の向上を図れるように、 なっている。これは従来、和え、調整作業には、台車の分解作業が必要であったが、この台車では、小型ジャッキの使用により、在室型状態で調整を可能とした。保安装置としての ATC 装置は、東京地下鉄用と東急用共用型で、信号周波数や機能を切り替えて両者に対応する。さらに東部 ATS 装置も搭載し、これらは ATC ATS 装置箱として、両戦闘車に搭載される。重量編成6本が、詐欺沼建築に在籍する。8000系と共通に運用されている。8000系19本と08系6本の計25本の、うち、最大22本が運用されている。2003年に入選した編成を含め、車内の名板はすべて、日本車両平成14年である。 渋谷駅から東京急行電鉄電園都市線に乗り入れて中央林間駅までオシアン駅から東武鉄道伊勢崎線の久喜駅及び日光線の南栗橋駅まで直通運転を行っている直通運転先を含めた運行距離は9 8 5トルにも及ぶ2007年7月28日に第5編成が 隅田川花火大会輸送用臨時列車、隅田花賞美号にも運用された。ありがとうございます。